セミイルカ族は、クジラモカハクジラモクマイルカ家に属する族の一つ。セミイルカ族のイルカは、体色は白と黒で、背びれがないという特徴があり、クジラ目の中で、最も識別が容易な種類の一つである。セミイルカ族はセミイルカと白ラセミイルカの2種で、構成される。セミイルカは1848年に、ピールにより、 シロハラセミイルカは1804年にデラケピードにより、それぞれ新種として報告された。古くから知られているにもかかわらず、詳しいことはあまりわかっていない。セミイルカ族、リーソーデルフスセミイルカとシロハラセミイルカは、共に体は細長く、小さな尖った胸びれと、小さな尾びれを持つ。両種とも背びれはない。セミイルカは、北、太平洋で唯一背びれを持たないイルカである。 また、白ラセミイルカは、南半球で唯一背びれを持たないイルカである。これらの2種は生息域の違いだけではなく、体の白い部分の模様の違いで容易に識別できる。両種とも腹部が白いが、特に白ラセミイルカは、興奮、額、胸びれ、横腹を含む広い範囲が白い。和名の白ラはこの特徴に由来する。セミイルカの生態の体調は、 オスが約2 2 0ンチメートル、メスが約2 0 0トル、体重は8 0ラムから9 0ラムである。生まれた直後の体長は生体の約半分である。雌雄とも10歳程度で生成熟する。シロハラセミイルカはセミイルカよりも若干大きく、体長は2 5 0トル、体重は1 0 0ラムに達する。寿命は40年程度である。 セミイルカの生息域白原セミイルカの生息域セミイルカは北太平洋の東西に伸びた帯状の温暖な海域に生息する。生息域の西側はカムチャツカ半島や日本の本州、東側はアメリカのブリティッシュコロンビア州からバハカディフォルニア半島にかけての海域である。海遊するかどうかははっきりとは分かっていない。しかし冬から春の間は 餌となるイカを追って、カリフォルニア州の海岸近くで見られるが、夏の間は目撃されることはないなど、回遊している可能性も指摘されている。あるいは、セミイルカは遠洋性のイルカであるとも言われる。全生息数は不明である。北アメリカ近海における生息数の見積もりは約1万4000頭である。シロハラセミイルカは、 南半球の南位40度から南位55度の範囲の海域に生息する。特にタスマン海で多く見られる。両種とも非常に社会的に行動する。数百頭、時には3000頭もの群を成して行動する。セミイルカはカマイルカとシロハラセミイルカはハラジロカマイルカやゴンドウクジラと混泳することもある。 時速4 0トル以上の非常に速い速度で泳ぐことが可能である速く泳ぐときには水面上を8メートルも飛ぶこともあるブリーチングや尾びれで水をたたいたりして 非常に騒がしいこともあるし、音をほとんど立てず非常に静かにすることもある。通常は人間の乗る船には近づこうとはしないが、選手派に乗ることも時々ある。セミイルカの座礁は記録されていない。白い原セミイルカについては、ニュージーランド特別領、チャタム島において77頭の座礁が記録されている。セミイルカの植生に関しては、 日本や台湾から得られた標本のいない用物が得られ、ある程度判明している。日本近海から得られた標本を検証した結果、魚類は、銀鮭イワシ、横エソカ、裸イワシカの耳石が発見された。またホタルイカモドキカのアゴイタも、多数得られた。また台湾で婚核された標本からは、裸イワシカ、底イワシカ、カブトウオカ、ツメイカ、 カリフォルニアホタルイカが発見されている。漁師とも捕鯨の対象ではなく、現状では絶滅の恐れはない。しかし、1980年代においては、数万頭のセミイルカが刺し網による、婚格の犠牲になっている。1993年、国連によって、公開における刺し網漁は禁止された。イルカ保護運動家は、この禁止措置が継続されるように行動している。 セミールカの展示飼育が水族館において試みられたことがあるが、多くの場合には3週間以内に死因不明で死亡している。しかし例外的に15ヶ月間の展示飼育に成功した例がある。白いラセミールカに関しては展示飼育が試みられたことはない。ナショナルアウドボン、ソサイティガイドツーマリーンマーマルズオブザワールド。 ISBN 0375411410エンサイクロペディアオブマリーンマーマルズ ISBN 0125513402マーク・カーワー・ディーンホエールズドルフィンズンポーパセス ISBN 0751327816エスレザーウッド,ドエイ・ウォーカーザ・ノーザン・ライト・ホエール・ドルフィン・リー・ソー・デルフス・ボレアリスインザ・イスタン・ノース・パシフィック・インビヘイビア・オブ・マリーン・マーマルズボリューム3 ピアニッシモ、85から141改正哺乳類、図鑑、セミイルカ国立科学博物館動物研究部、改正哺乳類図鑑、白原セミイルカ国立科学博物館動物研究部、ありがとうございます。